もともとあれはだからバナナと梅酒とこうミックスしてリキュール作ったリキュールなんですけど、要は世相がこう殺伐としてるじゃないですか。ね、でまあこんなのがあったからやって癒されるかなとか、なんかもうちょっと懐かしい味がするんですよ。懐かしい味がしました。ね、でその懐かしさっていうのはこう人がちょっとこう暗くなった時には非常にいい効果があるので、まあ、ちょうどだからその、走りすぎたりなんかこうちょっと暗っぽくなったりとか、そういう時にはあれはうまく立ち止まって、ちょっと後ろもちょっと見そうなんて、です。してよしっていう感じですね。それはまさにそうだっなんたとか思います。何十年ぶりかで小学校の時の同級生に会ったような、そんな感じですね。そうなんですよ。先日もちょっと自分が勤めていた職場、学校なんですけれども、そこにそうですね、18、9年ぶりに行きまして、会いましたら、元の同僚がものすごく歓待してくれたわけですよね。したらその一緒に行ったスタッフが、なんかもう顔がもう本当になんか20歳ぐらいに戻ったような感じだって言われました。それは多分その自分では意識ないんだけど、お腹の底からなんかその時代にもう一瞬にして戻ったっていう感覚だったのかもしれないですね。それで表情になって現れたのかもしれませんけど、味っていうのもまさに包まれる部分としては引き出されるような、そういうのがあるかもしれないですね。矢作千鶴子さん自体が多分30ぐらいの顔を持ってるんでしょうね、きっとね。30ぐらいの顔を持っていて、30。少なくとも会うたびに違う顔つきなんですよ。分析。で、それで、うわーっと思うときと、ああ、そうなんだということですね。あって、そう、だから多分心が正直な人なんで、きっと出やすいんでしょうね。そうですね。隠せないかもしれないですね。そうなんですよ。だから多分こうお会いしてる方がいろんな方々多いと思うんですけど、皆さんそれぞれが矢作千鶴子さんのどの場面で会った人なんだろう。多分場面場面で印象は違うんだろうなと思ってますそうかもしれないですね。日本の文化っていうことで、いろいろとこれからその世界に向けてっていうふうに思ってるところなんですけれども、一つのこう核、要するにどこに向かっていくのかっていう一つの道がもう自分の中ではもう見えてますので、やり方とかその日出会った、そして、これはいいって思うそのひらめきとかは、その全部一歩の中に入れちゃってるんです。入れちゃってるっていうか入っていくんですね。他のちょっと合わないわって思うものは入れてないっていうのがもう自分の中にも出来上がっていて、ですから、いろんな顔もあるのかもしれないけれども、多分この中に入っちゃうっていう感覚っていうのは自分でもありまして、自然とそれができてるのかもしれませんね。このか先ほどの田野さんがおっしゃって、矢作千鶴子さん今日はこういうふうにこれでっていうふうに分析されるように、今日のお会いする方とはこういう話でこういうふうになるだろうというようなことは自分で想像するんですよね。だからそれに伴って自分の経験の引き出しみたいな部分があって、そこをじゃあ今日はこれを出してみよう、その感覚はあります。だからそれが30個あるんだと思いながら、きっと。いや、もっとあるかもしれないですけど。そうですか。たくさんいろんな経験はもう子供も5人おりますしね、ですからあることはあるんですけれども、全部無駄がないんですね。全部無駄がないんで、だから味というのもきっと、これ食べてみて自分に合わないとか、そういう経験がないと何が自分が一番おいしいと思ってるかわからないように、全て無駄がないのかなとは、それは自分の人生を振り返って思うんですが、そういう自分の人生の中で出会ったこの着物の生地っていうものが、これがまたですね、奥が深くて、色、そして、技術というものを、この2つを取ったとしても、もう本当に語り尽くせないいろんな歴史もありまして、でそういうものを今世界中に、日本の美として、日本人の、DNA としてといいますか、でこういう自分のやり方で伝えていく。行きたいなと思ってるんですが、高野さんの場合はもともと
日本の場合はあの米、うん、日本酒っていう風なところで、はい、まあ、ソムリエということで、はい、ちょっとこう離れてるような感じがするんだけれども、それをまたコンバインするってこともなさってるから、うんうん、その絶妙なバランス感覚を今日はちょっとお伺いしようかなっていうのもあったんですよ。あのこれを言うとですね、ソムリエから非難されるんですけど、うん、私って言ってですね、ソムリエって趣味なんですよ、はい、で自分の中の根本的に流れてるのは日本酒なんです。なるほど、うん、で日本酒が根本にあって、その周りにワインがくっついてるだけなんです。だから日本酒ワインのプロと言われ、まあ確かにそれは仕事としてワインは専門的なことはしてるんですけど、自分の中では自分は日本酒に関してはっていう感じはかなりありますね。だから自分は日本酒はプロだけど、自分の中でワインって自分で遊んでる感じなんですよ。あ、うん、それは分かります。だからなんか分析が始まっちゃったりとかっていうのは、はいはい、本当先ほどもね、ちょっとあのお伺いしましたけど、これはあの、うん、ある意味趣味っていうのは分かりますね、うん、ですから、うん、だからその日本のお酒と日本のワインだから、その世界のワインと日本のワインの間に私の中には一つ川が流れてる。だから世界のワインと日本のワインもワインなんだけど、日本のワインは世界のワインに比べて日本酒に近い日本のワインなんです。自分が日本人。なるほどね、うん、そうなんです。だから当然その世界のワインは知ってるし、世界のワインも使い飲んでいただくことはするんですけど、自分の中にいつも日本のワインのその位置づけがあって、それを必ずこうどっかでこう売り込んでいったり、あのワインの会の中で時々日本の日本酒とか焼酎も織り込んでいくんですよね。ワインだけじゃなくてコースの中にちょっと日本酒を挟んだり、あるいは日本酒を飲むときに一瞬瞬間的にワイン入れたりですね、そういうことはしたり、うん、なぜならそれは自分は日本人なんだという意識が根強いからかもしれない。